おはようございます。ただいま11時半前です。お家を出ました。これからですね、お正月のお買い物ね、去年もサンディエゴに行ったんですけど、今年もじゃあ行きましょうということで、サンディエゴにね、日系マーケットやコリアンマーケットなどなどね、回ってお正月ね準備していきたいと思います。行ってきます。サンディエゴ着きました。一箇所ね自己渋滞で、どのぐらいかかった？時計見てないわ、全然。2時間ぐらいかかったね。まあ、30分ぐらいかな、だから。渋滞で並んだのは。まあ、ということで、まずね、腹ごしらえですね。お腹空いたってお父さん言ってるので。何食べんのかな？行ってきましょう。お店入って注文終わってます。小籠包を食べに来た。正面ね、お父さんのお寿司屋さんですけど。前ここ来たくてね、来れなかったんだよね。遅い。時間が遅くて、他のとこ行った記憶がある。お腹空いたからね、楽しみです。きゅうりのサラダですね。お父さん、想像と違うの来てたけど、まあなんとなくわかる気はするけど、食べてみて。なんか違ったみたい。ちょっとこれに金払うのはほらしいレベル。あ、そうなんだ。まあいいでしょ、食べましょう。フライドライス来ました。出来たてほかほかだね、お父さん。美味しそうじゃん。どんどん食べましょう。これ何でっかいの？チキン。塊がすごいけど、混ざり具合が厳しい。いろんなのが入ってるやつにしたんだよね。チキンとポークとなんかいろいろね。小籠包と焼き餃子も来ました。美味しそうだね、お父さん。味が濃いって言ってた。なんか他のもの見てもちょっとしっかり味っぽそうだなと思ったんですけど、お父さんはそういうのが好きだと思うね。とりあえずね、ゆっくりいただこうと思います。デザートに台湾式のシェーブドアイス来ました。自分でトッピング何でも入れていいなんて。チョコ系を入れた。 あとこのボバのティーもオーダーしました。主に私が食べるらしいので食べようと思います。日系マーケット来ました。買い物してきます。なんかお買い物に夢中になってて、もう一軒ね、日系マーケット行って、コリアンマーケット行って、そしてね、お父さん頑張ってうちの方まで戻ってきてくれまして、私その間ちょっと寝てたんだけど、車の中。コスコはね、来ましたのでね、お買い物してこようと思います。お家帰ってきました。ベッドルームの方のね、お外の駅まだつけてないんですけど、先にコロコたちおトイレですね。今お父さんね、荷物運んでくれてるので、私はおトイレ当番ね。いつもそうなんですよね。お利口者におろし分してたんですよね。うん、いい子ですね。甘えん坊さんね、ダメじゃね。帰ってくるとずっとコーナーのしつき虫で。あ、ボビーでもお仕事したの？お利口じゃん。じゃあ次お父さんのお仕事お手伝いに行きましょう。ということで、お買い物してきたもの全部運んできましたけど、すごい量だね、今日もね。玄関開けたらね、荷物2つあったんですけど、下からポップね。今年最後のお買い物、最後のローンチのものですね。と、これは、カレンダー。大きいのと小さいの頼んで、昨日かな、これが届いてました。あ、そう、お父さんからのクリスマスプレゼントもね、もう届いておりまして、ガレージ置いてあるので、ちょっとガレージ行った時にね、お見せしたいなと思います。とにかくね、いっぱい購入してきたのでね、全部っていうのはあれなんですけれども、これあったのよ、日系マーケット行ったら、いちご2つ買ってきた。ね、2つでしょ。で、あとね、もう1個マスク。このマスクがね、めちゃくちゃ安くて、10ドルしなかったんですよね。30枚だったかな。なので、毎日使い用のね、マスクにいいんじゃないかなと思ってね。マスクたくさん買ってきた。なんかこれお父さん好きそうだなと思って、どういるって言って、2個でね99セントだったから試しにと思ってね、これ2つ。あと何か変わったものないかな。 あそう、開いてない丸の粒貝ね、食べてみたいと思ってこんなのも買ったし、ししゃもも買ったし、あとカモ、今年もなんだっけ、お正月カモのロースト作ろうかなと思ってカモも買って、でね、お父さんのね会社の方がね、カモ欲しいって言ってたから2つ買ってきたんですけど、いつもねいろいろくださるから、昨日もお父さんいろんなものもらってきて、そのプレゼントって言ってね。なのでね、パビリオンズでコットンキャンディーグレープも買ってね、一緒にお届けしようっていうことで、これからね行こうと思ってるので、ポミもサムも一緒にね、ブーブー乗ってドライブして、お散歩かてらドライブね、ポミと行こうね、今からね。聞いてる聞いてる。あとギザードも買ったし、まあおせちはもうめんどくさいからさ、出来合いのもの、あそう、パンも買った。これ私の好きなパンね、パックでできてるやつ。そう、水菜も買ったんだ、水菜も。こういう栗きんとんとか
にして、作るのは煮物と、伊達巻きとかぐらいかなと思います。お蕎麦も買ってきたし、お餅は冷凍の玄米餅にして、まあそんなもんかな。あとそう、かやのやのお出汁とか、よもぎ餅が食べたいと思ってよもぎ粉買ったりで、このねお鍋のスープがね去年購入して美味しかったのでね、またねあったらね欲しいなと思ってたんですけど、あったのでねこれ買ってきたから、年末かな年明けかなお鍋しようと思います。まあざっとねご紹介いたしましたが、全部じゃないけどね、こんな感じのお買い物をしてまいりましたので、とにかくね片付けて先にご飯しようかな。みんなねお腹空いたでスタンバイしてるし、今6時44分だから、それからねちょびっと夜のドライブ行ってこようと思います。お父さんからのねもう一つのクリスマスプレゼントこちらでした。なんかやってみっけな。ずっとね履いてるのクラークスのサンダル、ちょっとバッチンだけどこれ、これもう古くてね、でもこれが良くて、私ね色違いのねこちらをねお父さんプレゼントしてくれましたね。この紐もねだいぶ緩めてカポカポしててね、転んじゃまずいと思ったみたいで、そうそう、これ買ってくれました。暑くなってきたらねガツガツ履いていこうと思います。今から出かけるので、サムちゃんブーブー乗ったら、じゃあガレージ開けます。よし、それではお父さんのね会社の方のお家までちょっくらねドライブしていきましょうね。これ昨日サムちゃんもらったの、このお洋服ね、花ちゃんのおしゃがりだね。それでは行ってきます。到着したのでね少し歩くそうなので、ちょっとお散歩ポミとサムしようと思います。お家帰ってきました。はい、拭いてもらってんよ。ポミタも拭いたんだよね。よし、じゃあね人間軽くね、そんなにお腹空いてないよねマホさんね、はい、ご飯にしようと思います。ということでね、人間もねご飯にしようと思います。もうねみんなねお出かけする前にねご飯食べたので、今日はねカーボなしでお味噌汁とねサラダとセロリとヒレソース、そしてこれチキンのポン酢とごま油のあえ物ね、大根の漬物と、これ結構前に作ったブリ大根まだあるんだけど、ブリはほとんどもなくなったけど大根いっぱいあって、大根の方が美味しかったね、しみしみでね味がね。ねこれね冷凍庫にあったお父さんがいただいてきたチャーシューなんだけど、焼いたらもう揚げたみたいになって、お塩をサラサラとレモンめちゃくちゃかけましたので、これ食べようと思います。 あとコットンキャンディーグレープもあるということで食べましょうね。はい、いただきます。食後休憩と休みと思ってね、ここでお父さんと一緒に横になってたら寝ちゃって、私ここで寝てたんだけど、サニくんが足の間いて、キッチンのお片付けもまだしてないんですけど、もう12時40分だった時計見たら、うわ寝ちゃった、後も取りまして、ということでねキッチン片付けて、おみさんも寝かしてね、とりあえずシャワーしてね、どんどん寝る準備ねしていこうと思います。皆さんいいところで寝してますね。サニくんがお父さんのお胸の上に来たんだ。サニくんおやすみ、いいとこ乗ってるじゃん、あっちゃかいでしょう、最高じゃんサニくん、いいね。私がねここで寝てる時はねもうねぴっとりくっついてね眠っておりましたけども、綿は落ちてるけど、うわ寒っと思って起きてね、その後で編集してたのでね、プレストさんここに置いてねつけてたんですけど、その間ねずっとこの端っこ置いてね、プレストさんにね当たりながらねゴロ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 言ってましたが、その後こっちに移動したみたいですね。まあもちろんみんなね甘えん坊さんだと思うんですけど、とにかくねサニクは甘えん坊さんでね、あったかいが大好きだからね、サニクのいるところは一番いいところだね。お父さんどうしたの、今度サニク抱えるの、お父さん何かこしてもらいな、お父さんにね、中でサムちゃんとなんかやってるな、いいじゃんこっちでお顔出してきた、いいなー、でお父さんと仲良しでねねしてね、今日も一日ありがとうね、ゆっくりねねしてください、おやすみー、マミグもおやすみ、マミグミキシャなんだもんね、マミグもいつもいいとこでねんねしてるよね。マミグ今日ブーブー乗ってドライブしたね、そしたらハナちゃんとタラちゃんがいたね、こんにちはしたんだよね、ワフワフって言ってね、いつもねハナちゃんだけねうちに来るんですけど、ハナちゃんのお姉さんがね2匹いて、イクラちゃんとタラちゃんって言うんだけど、イクラちゃんはねちょっと難しい子のようなんですが、最初ねハナちゃんだけ出てきたんだけど、その後ねタラちゃんが出てきてね、タラちゃんと私初めて会ったんだけど、こんにちはしてね、真っ黒のツヤツヤの綺麗な毛並みをしたねテリアとチワワなのかな、あのミックスの子なんだけど、おとなしくてね触らせてくれましたね。ねぽ見始めましてだったんだよね、タラちゃんね、また新しいお友達ができたんだよねぽみね、ポミくんもいっぱいいろんなお友達作ってね仲良しさんできるといいんだけどね、毎回始めましてだもんね。ぽみの中でやっぱね家族は特別で違うんだよね、サムちゃんが一番初めに来た時もね匂い嗅いでね吠えたりね牽制して
したりもせずね、ちょっとびっくりはしてたけど、すぐお兄さんのねスイッチ入ったんだけど、家族以外になるとやっぱね、誰でやんちゅかーってね言うからね。特にサムちゃん来てからね、さらにねプロテクティブになったなとは思うんですが、お兄者だからね守ってくれてるんだと思うんだけど、いいね、ポミタポミタ守ってくれてね、みんなねすごく嬉しいけど、ポミタもねいろんな人やワンちゃんとね仲良くできると、もっともっとみんな嬉しいんだよ。顎出してリラックシューのポンポコリンちゃんね、ねんねしましょう。今日も一日ありがとね、ゆっくりねんねしてください。おやじみー。あら、お嬢珍しく潜り込んでないんですね。多分ちょっと暑いんだと思う。寝、ね、始めた時はこの中ぐっと潜ってたんだけど、いつの間にかね出てきててね、スローの外で寝てるからね、きっとそうなんだと思う。タムニャもおやしみ。タムちゃんも今日新しいお友達あったじゃん、タラちゃん。タラちゃんこんにちはしたんだよね。サムちゃんねめちゃくちゃ内弁慶だからね、家の中ではね何よあんちゃーみたいな感じなんですけど、お外出るとまあ静かでキョトーンとしててね、ちょっと怖いわねってね遠くから見てたりで、いつの間にか慣れるとねものすごいマイペースで全然違うところにいてね、匂い嗅いでたりするんですけど、お家の中だけ強いのよね、あなたね。お外出ると怖いのよね。何しょのお口、あれママのお手手で遊ぼうとしてアウしたの。まったくお家の中だけ強いんだから、本当に基本的にはねポミ後ろに隠れるね。だからね外出るとねやっぱりね、お散歩の時はね前ね行くけど、やっぱ誰かとすれ違ったりする時はねさっと後ろ隠れるからね、とにかくね全てが怖いのね、サムちゃんね。まあそれはね体も小さいしね、自分より大きいもの見ると怖いっていうのはね誰でもそうだと思うから、全てが怖いっていうのはね分からなくもないんですけどね。お外行くとお利口者だもんね、サムちゃんね。お利口者だからママすごく嬉しいのよ、サムちゃんね。今にもめめにゃに、なんかお家の中でも中央くなくていいのよ、お利口者でいてくださいね。今日も一日ありがとうね、ゆっくりねんねしてください。おやじみ。本日も無事にベッドルームやってまいりました。ただいま4時になります。そう、食後ね眠ってしまってね、少し編集しようと思って編集しておりました。もう時間忘れててね、ハッと気づいて時計見たら、おーやばいと思ってねシャワーを浴びました。2日間ですねビログをお休みいたしまして、今日ねどうしよっか明日行くなんて言ってたんですけど、まあ今日のうちにねいろいろ済ませておいた方がね楽だからということで、お正月用のものとまあその他ね買い出しに行ってまいりました。まあねサンディエゴまで行かなくてもいいんですけど、いろいろねまとまってあるっていうのと、お父さん車運転するの好きだから、普通に考えたら1時間半ぐらいのドライブってねそんなちょうどよくはないかもしれないんですけども、我が家にとってはねちょうどいいぐらいのねドライブで、街並みもねまたちょっと違った感じで新鮮だし、じゃあ今年もまたねサンディエゴに買い出しに行こうかっていうことになったんですけど、まあ今年ねお正月どうしようかってね全然考えてなくて、まあなのでねあんまりね深く考えずにお買い物してきたんですけど、まあ多分ねまあちょっと手抜きのなんとなく形になるかなっていうねおせちにはなるかなと思うんですけど、まあとにかく私はお雑煮があればいいし、お父さんは伊達巻きがあればいいので、おみそかにねちゃちゃっと準備すればねまあ大丈夫かなっていうね感じなので、まあ少しだけ日数あるのでね、生物やねお餅はね冷凍したんですけど、とにかくね無事にねお正月用のお買い物ね済ますことができてよかったなと思っております。まあということで本日はですねかなり遅くなってしまいましたので、この辺りでですね電気消して休もうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。